ちょっと山本太郎さん。よろしくお願いします。生活の党と山本太郎と仲間たち共同代表山本太郎です。いわゆるドローン規制法案について質問いたします。えっ、ー、と先ほど山下先生の方からもお話がありました。えー、修正案修正案提出者の方にお伺いしたいと思います。この法案の衆議院通過時。えー 昨年の7月9日、日本民間放送連盟から災害や重大事件の発生時における取材、報道活動に配慮した規定がないと、非常時の国民の情報アクセスの妨げになることが懸念される、このような意見がありました、この民放連の意見に対しては、どのようにお答えになりますかって話なんですけれども、まあ、ここであの先ほどの山下先生の話と加えてお聞きしたいのが、要は、ねあのー、その一番起こったとき、その初動っていうときに、 取材がができなきななゃ意味がないんだって、ことなんですよだって隠したがるじゃないですか、皆さん。ね、どうなってるか分かんない、パニックになるとかいうことをあのきっかけに、隠したがるんだから、それを解放するのがマスコミであり、願わくばですよ、マスコミであり、そして研究者であり、フリージャーナリストだと思うんですね。えー、まあ非常時の国民の情報アクセスの妨げになることが懸念されるとの意見がありますと、この民放連、そして市民の方々の。 意見について、どのようにお答えになりますか泉健太さん、はいあの。実はですね、衆議院段階では、あ菅官房長官に対して、えー、法案提出者で,です、ね、申し入れを行いに行ってまいりました、でこれはあくまでまああの公的な行動ではないのかもしれないんですが、その時にもです、ね、報道に対する規制にならないようにと。 いうことの申し入れをさせていただいております。まあ今のご質問にお答えをさせていただきますと、まああくまでその対象施設においてですね、このドローンの飛を規制するということでありますが、例えばヘリコプターですとか友人の飛行機でのですね取材活動というのは従来通りしていただくこともまあ可能であります。またあの状況によると思うんですが、いわゆるその施設管理者のですね同意があれば。 当然ながらその施設の取材もですねドローンを活用してしていただけるということでありまして、まあ、あのいわゆる取材報道が一切規制されるということではなくてもちろんあの原発事故の時にも遠方からのカメラあるいは上空からのカメラというものは原発の被害を考慮しながらおそらく取材を最大限していただいたと思いますので、まあ、今後もそこは変わらないというふうに考えていただいていいと思います。 山本太郎さんすみません、ふと浮かんだ疑問なんですけれども、施設管理者の方に、えっと、許可を取れば、これは取れることなんだよというお話だったと思うんですけれども、例えば災害時とか、えっと、何か不足の事態っていうときに、施設管理者と連絡取れるかなと思うんですよね、これ、どうしたらいいですか、何か、あのなんかきあのホットライン教えてもらえたりとかするんですかね、ドローン,ドローンを保持している人は、どうやって連絡取ればいいですか、そういうとき、施設の管理者と連絡が取れない。 と想定されるような時どうなどしたらいいですかね古屋刑事さんいかにして、えー、連絡をしていくかということでございますけど、これはあらゆるケース、それからいつその事案が発生するか、いろんなことが想定されると思いますよね、24時間、昼なのか、夜なのか、ウィークデーなのか。あるいは 週末なのか、まあ、それぞれぞによって違うと思いますし、たがってもしこの法案がですね施行されるということになるならば、えー、関係者あるいは関係省庁がですねしっかりその辺を連携をしてですね、えー、そういった速やかな対応ができるように、えー、まあシステムを作り上げていく。 いうことがやはり我々の基本的な法案の考え方は施設の管理者等々がですね、えー、了解をした場合にはあのその、えー、禁止区域でも飛べるようにしていくという法律の立て付けでございますので、えー、その運営にあたっては関係者がしっかり連携をしていただきたいこのことを期待します。 山本太郎さんすみません、これ、またあの通告もせずに思いついちゃったことなんですけれども、すみません、こんなことばっかり言ってて、原子力施設がおそらく、入ると、その原子力施設っていうのは、本当に原子力発電所のみなんですかね、それ以外の原子力関係、例えば中間貯蔵施設だったりとか、原子力関連っったら、広く言えば原子力関連でもあるわけですよね、そういう部分にも広がっていったりとかする可能性はありますかね。 泉健太さん。運用の話として。はい、質問者、どちら。じゃあ、えっ、ー、と、沖田警備局長。えー、お答えいたします。あの、法案によりますと、えー。国家公安委員会は原子力事業所であって、テロリズムの対象となる恐れがあり。 かつその施設に対してテロリズムが行われた場合に、広域にわたり、国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼす恐れがあるものとして、政令で定めるもののうち、具体的に指定するということでございますので、この点、関係省庁等とも協議した上えで、法案が成立した場合には、そういった指定作業が行われるものというふうに認識いたしております山本太郎さん。 あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、ちょっと、あまり理解できなかったんですけど、例えばですけど。その、えっ、ー、と、あ、えっ、ー、と、今の話に行くと、じゃ、あ中間貯蔵施設などは。それには入らない。入る。ごめんなさい。ちょっと聞き逃しちゃったかもしれない。ちょっと。入るか入らないか。沖田警備局長。あの、教室でございますが、あの、今の段階で、私の方から。入る、入らないという明確なお答えは。申し訳ございませんが、差し上げます。山本太郎さん。だとしたら、入る恐れもあるかもしれないという。 考え方が正しいですよねえだとするならば、例えばですが、中間貯造施設、ねどこにな、どこになるかって話もあって、まあ、もう今、動き出してるって話もありますけども、それ以外にもフレコンバッグ、要は、ね、あの汚染っていうものを集めたフレコンバッグ、本当にとんでもない広範囲にわたって広がってますよね、東京ドーム、約13倍から14倍に相当みたいなもの、ある意味、あれってちょっと撮られたくない絵なのかなと思うんですよ。 だってあまり嬉しくなないいじゃないですか汚染はまだまだあるんだと処理しきれないものがこれだけあるんだというのはネガティブなあのあの一,面一面なのかなとも思うんですよね。 だからそれもしもその中、えー、原子力施設ということが拡大されていったとするならば中間貯蔵であったりとかそれがどんどん広げられていくっていうようなことになっていくとまあもちろんその報道の自由であったりとかいろんなものにも広がっていく可能性はあるのかなと思うんですけれどが中間貯蔵施設にも広がる恐れはあると分かりました、えー、と続いて修正案提出者さにも伺います。あえー、引き続き続ですね えー、修正案で原子力事業所を対象として指定したのは原発に対するテロのリスクが理由とされています具体的にドローンによるどのようなリスク想定されておりますか例えばドローンに爆弾積むとか原子炉とか使用済み燃料プールなどの配管爆破するとかドローンで原子力事業所内にサリン撒巻くとかそういったことも想定されているということでしょうか泉健太さん あの具体的にどんなことを想定して、具体的に原発でどんな対策をするのかということは、当然、私自身もそれを聞ける立場にはありませんし、これはまあ原発の側で,ですねしっかりとした万全な安全対策を取られているということだと理解をしますけれどもあ、あらゆるテロを想定はしながらですね、 このドローンで特に考えうるというのは、外部から今おっしゃっていただいたような爆発物であるとか、あるいは有害物質であるとかが運ばれるということが、それが人的に、あるいは何かの危機に影響を及ぼす可能性があるというところだというふうに考えますので、そういった諸々の対応を考えるということになると思います山本太郎さん。えっとじゃあ、田中規制委員長にお伺いします。原発にに対するテロのリスクについて ドローンに爆弾積んだり、原子炉や使用済み燃料プールなどの配管を爆発されるようなテロというのは、想定されてますか田中原子力規制委員会委員長。えとテロの想定については、これを公にご説明することによって、現職施設の防護措置の強度があの推定される恐れがありますので、具体的にお答えするのは差し控えたいと思います。 その上で、現職施設の安全性を確保する上で、テロなどに対する対応は重要であると認識して、原子力規制委員会においては、原子力事業者に対して原子,力原子炉等規制法に基づき、主従の防護措置を求めております。また、テロによって重大事故が発生した場合の影響緩和についても、新規制基準により求めているところです。原子力規制委員会ととしては引き続き続関関係機関とも 連携し原子力施設に対するテロの未然防止対策及び影響緩和策に万全を期す所存であります。山本太郎さん。ありがとうございます。えっと委員長、ドローン使う場合、使わない場合に限らず、原子炉使用済み燃料プールの配管とか、まああの何かによって爆発された場合、最悪の場合はどれぐらいのものが放射性物質のあの放出っていうのが想定されますかね。田中委員長。 どの配管とかどういったプールがどの程度破壊されるかということを個別具体的な状況によって異なるため一概にお答えすることは困難ですなおあの新規制基準では重要度が高い安全機能は多重性を確保することを求めており万一重大事故が発生した場合を想定しその拡大を防止するためのさまざまな対策を求めております山本太郎さん ありがとうございます昨年の安保,安保の特別委員会でですね田中委員長とも少しあの議論をさせていただいたお話をさせていただいたんですけれども。まああの 10分でちあの届くよって言われてたミサイルそれが届いた時にどうなりますかとて質問で国側が何もそれを想定していない準備していないということが明らかになった話なんですけれどもえミサイル着弾によって原発にどのような影響が生まれるのかという質問に対して、えー、委員長はです、ね、結論から申し上げますと評価はしておりませんし今後もやるつもりはありませんミサイルはいろんな種類がありますのでどういったものが飛んでくるかも分かりませんしどういう状況になるかとということも想定できませんのでやるつもりはありませんというお答えをされているんですね。じゃあ一方でこのドローンに に関してはですねまあ想定はされていますとテロテロ関連に関してはって話ですけれどもドローンがどのような爆発物どのような火薬,火薬量っていうものを積んだものを持ってくるかわからないんだけれどもそれについては想定できるっていうお話なんですか田中委員長えっとドローンということではありませんけど大型航空機の落下があった場合に対してはそれをあの緩和する措置 ということはあの規制基準の中で求めておりますのでいわゆる今先生がご指摘のいわゆる大概外から飛んでくるミサイルということになりますとミサイルはどの程度のものかも想定できませんのでそういうことをするつもりはありませんしミサイルが飛ん,あの飛んでくるという事態は原子炉規制法,規制で法上で あの何か対応すべきものとは考えておらないという意味で申し上げております山本太郎さん。まあどこから何が飛んでくるか分からないという意味では、ドローンも同じだと思うんですね、しかも何を積んでるか分からないという意味では同じだと思うんですけれども、まあいいですか、まあいいですかっていうのもおかしいですけどね、<laughs> ええ、まあえっとですねこれじゃあ次行こうかな。 田中委員長ですね昨日ですね大津地裁で関西電力、高浜3号機、4号機、運転差し止めの仮処分決定があったと、この裁判ではテロ対策っていうのも想定になってますよね、で委員長、決定理由では新規制基準について、福島原発事故の原因究明、不十分である、十二分に余裕を持った基準にすべきだ、指摘されています、委員長、見解、いかかがですか田中委員長。え テロのことでしょうか、福島の調査のことでしょうか、どちらちょっと違う内容ですので、どちらでしょうか、ちょっと確認させていき質問、山本太郎さん、<あ>もう一度質問をしてください <laughs> はい。 失礼しました。えー、っと、もう直接、直接喋りそうになりました。すみません。失礼しました。はい。えー、まあ、だからですね。昨日大津で、まあ、判決が出た、あ、仮処分のしょ、えー、決定が出たじゃないかと。で、えー、まあ、これテロ対策というのも争点になってましたよね。まあ、だから、今、このドローンによるね。 テロ行為があったらどうするとかっていう延長線で喋ってますよという話なんですけれども、新規制基準については、このテロっていうのはね、考える必要がないと、要はそれはもう国のテロじゃないわ、武力攻撃っていう部分に関しては、国の範疇だろうというようなことが言われてますよね、仮処分の中ではっていう話ですよね、今言われてたのはそれが違うよっていうのは、ああのその全体の的な話として、その仮処分自体が出た話としてのお話を今してるんですけれども、福島原発事故の原因究明が不十分であると。 十二分に余裕を持った基準にすべきだと指摘されていると、いかがお考え,いかがお考えですかという話です田中委員長失礼しました、えーと、新規制基準に関してのご指摘ということであれば、これまでの調査で福島原発事故についての調査によって明らかになった、そういったものの教訓を踏まえて、基準を策定すると。 いいいうこととにつてててはは十分な知見はいられていると考えております原子力規制委員会はこれまで明らかになった福島の事故それから IAEA とか諸外国の規制基準も確認しながら外部専門家の協力もいて新規,規制基準を策定したところであり最新の科学技術的知見を踏まえた新規制基準は合理的なものと考えております。 なお福島第一原子力発電所事故の結果どのような事象が生じたかについては今後も継続して調査分析を行い新たな知見が得られれば急に反映することとしておるところでございます。 山本太郎ささん時間でですすので、はい、ままととめてくださいいありがとうございます、えーとまあ、何を、えーまあ、このドローンを取り締まる、まあ、これね、あの素早く話がどんどん進んでいきましたけども、これぐらいの店舗と同じように、まあ、外部からの攻撃には脆弱な、しかも各施設ね、ね再稼働、えー、のな違うな、8年前に閉めたボルトが、その時は大丈夫だった、定期検査,定期検査で、その後緩んでて水が漏れてる、それを通過した、世界一ね。 あの水準の高いあの安全基準でっていうようなもうむちゃくちゃな内容なんですよね、まあ、そのドローン攻撃もテロもそして近隣諸国からの攻撃ってことも考えていろんなことを考えたとしてもあ、すいません、ありがとうございました、えー、とありがとうございました、えー、といろいろ考えていかなきゃいけないなと思いました。ありがとうございます